radio, ustedes están ahí. クロス五十嵐さん、ゆかりよと、ミライサナーが勝利しましたね。おお、すごいですね。で、ジュディ君に対して勝っていたんで。はい、三崎ということで。さあ、やっていきます。まあ、三崎ということに。そうですね。さあ、ステージ的にはちょっと広め、サナイドよりか中央の共鳴席がすぐ出るステージですね。まあ、小粒でもユカリの代名詞、開幕八景。そうですね。わーっと、ボンダ刺す、ボンダ刺していく。さあ、この壁際、ブロック、壁張り付きます。八景かな。そうですね、ロケット八景で取っていく。あれね、確か八景だけなんだけど、まあ、ちょっと届くかね。さあ、ボーンラッシュどんどん刺さる。ロケット、わー、そうですね、しっかり確認。あ、今日冴えてますね。ワイワイからの正面、もう入っていく。絶望的。ロケット有利取って、飛びも許さない。ロケット有利取って、動かさないぞ。あ、投げ読んで、さっき 2Y されたけど、どっちも対応できる。そうですね。さあ、フルコン、共鳴はしのいだ感じになりましたね。いや、まだありますね、BA 確定ですから、ね。あ、まあ、でも、あ、振り下ろしなら分からない。まあ、さあ、たまの共鳴、逆に辛い状況。あ、でも、だから EV があるので、はい、ワンコンさせば削られていく。さあ、削る削る。ソラさん、何か狙ってますかね、これ。みたいですね。これはボーナスか。めっちゃ甘い。うん、まあ、ガード切って、まだ2枚食らったらこれガークラするんで。そうです。おっと、おお、いや、持ってるか、持ってまだ生きてるが、いや、ブラッキーあるのはいいです。あーっと、食らった食らった食らったが、まあ知らない、サポートでは知らない。これ確定取れるぞ。これブロック置いてれば。そうですね、八角。いやー、今微妙ですね。ちょっとブロキャンちょっと遅かったです。僕的にはボン、うん、待ってボンラッシュでいいかなって。よかった感じはします。あそこで飛んじゃうのがね、買わないとちょっと厳しいんですよ。飛びも遅いですし。このゲーム、フィールドフェーズ、この 3D の方の戦いの時に着地硬直増えてるんですよ。めちゃめちゃ長いんですよ。うん、何か、カーナイトのジャンプが遅いんですよ。そうだ、思い出した。この組み合わせ、フィールド結構きつくて、カーナイトですよ。ルカリオ。ルカリオ、あの、ジャン X を組み合わせないといけないんで。なるほど。はい、相手がサイドシュートしてる時にジャン X を取るっていう。お、これはいいですね。いいボンラッシュ。足パで迎撃、エナボアブロキャンで取る。表面を溜めたい感じですね、ルカリオが。ジャンワイは届かないか。シートク見えてる。見えてる。今日は冴えてるぞ。さあ、タンバリンチャージはせずに踏み隠れで詰めていく。タンバリンチャージ、タンバリン、タンバリンチャージ。あー、はい。さあ、シュート、このシュート2個になるのがめちゃめちゃ強いんですよ、パーナイト。足パ、これは近づけないか。ちょっと何かをブロキャンして共鳴食べたいところですが、さすがにブロキャンしたら見えそうですから。そうですね、あ、もうすぐ決まるんで。そうですね、上構えでちょっと共鳴。そうですね、いいです。あー、これでガークラッチも回復。 6X 食らったら死ぬぞ、これ。投げでも、まあ、ブラッキーで迎撃するが、もう全部、何でも食らえます。あー、距離を詰めていく。削りと距離詰めで爆射8枚。これは深刻でしょ。いや、フルコ持っていく。1本取って、さあ、安定してますね。そうですね、やっぱ上が見えてるので神速、うん、いや、8倍がかかります。デュエルフェーズがやはりきつそうですね。スキルレベルが上がってしまったので、ちょっとあの、直しに行きます。少々持ちください。そうですね、時間委員しかレベル100じゃない。なんで、申し訳ない。むしろ全部レベル1。すごい。時間委員がいらない。わかります。ピカチュウしかレベル100じゃないんですか。まあ、他にもちょこちょこさ。ちょこちょこさ。正直、ピカチュウだけじゃない。え？
1-0 です、ソラルカリオが1です。戻ってきました。アフロンこれつけてみてや、めっちゃ似合いそうやん。折れちゃったドンマルさんのマスク。なんで折れたの？踏んだ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 。ちょっとボス座ってください。あ、違う、メガネかけたいと思う。アホじゃない、ただのアホじゃない。でもよかったらここ座ってもらって。さあ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 、ミツル君の大事な試合がね、始まるんだ。ここ取られると、後がなくなる。さあ、EV ソラルカリオは EV を選択していく。さあ、ミツル君は悩んでますね。ブラッキーも刺さってはいるんですけど、やはり一時しのぎ的な場面しかなかったような気がする。サイド、サイド近づけないが、ボンラッシュや。ジャンワイ2X でブロキャンをさせないという。おっと、おっと、うまい。テレポートで近づいてきたところ、いや、減る減るの8枚から。これだけ減りますからね。やはりルカリオのデュエルフェイド2。あとジャンクスは、足パで迎撃。ニス設置を上にして飛ばせない。2枚足パ。ブロッキャン、そうですね、共鳴ためれれば一番いいんですよ。共鳴ためきて近づければ。あーっと、ここは、あー、まあ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 、なるほど、画面端、ね、ブロッ、あ、ガン、ブラッキー警戒です。ブロック見せてからの2枚。さあ、届いている。ブロコンにはならないが、はじく。にゃーっと、2枚からのジャンプ。うん、興味が溜まってしまう。溜まる。ルカリオ側ももう溜まりますね、これ。おっと、これは持っていく。持っていった。強いな。 2X をジャンワイでとがめていきましたね。いや、うまいですね。横の勝負の時にジャンプで近づいていくっていう感じの、うん、ボロキャンとジャンプを駆使してうまく近づいています。そうですね、うん、いや EV も溜まってていい、うん、共鳴も溜まっている。さあ、こかされるがどんどん距離が詰めていく。そうですね、共鳴波で空中剣で取らせるとこっちが一気に距離が詰めれます。ブラッキーでガードロケツ。さあ、投げていく。投げていく。しかもこれ攻撃バフついてるよね。200近く持ってます。さあ、また投げる。投げる。終わらない共鳴。2枚は止められるが、まだ共鳴続いてる。まだ分かんないですね。まだターンは続きますね、はい。さあ、踏み隠れ近づいて BA。 とりあえず削りでもいいから近づけるし。ブロックは出したところにかかってしまう。足は8割よく超え共鳴を吐く。ここは絶対に取りたいというレジスですね。トラ君的にはここ次のラウンド取られてもいいので、次のラウンドに共鳴をためて打ったりかな。そうじゃん。ワイはおっとブロック間に合う。さあ、15秒投げ、これは勝ってますね。まだ分からないぞ、まだ分からないぞ。ここでブラッキー、ブラッキー、ただ EV もある。じゃあ死なない。ガーン、動いてしまった。さて、お互い1-1。さあ、共鳴ゲージもちょっと溜めれましたね。ここの FP 取ればだいぶ、うん、共鳴まで近づく。ボーンラッシュ、ボーンラッシュ、キレのある差し込み。さあ、ここからブラッキーは丁寧にガードしますね。ブローキャンで近づいて、ボーンラッシュ、ボーンラッシュ、ブロックは見せるが、ブローキャンバックスケ防衛が下がってますね。いや、そう2割、6X で一気に近づいた。2割、6X、8Y でさすがコンビがつながらない。ブロック6X、これはでかい、これはでかい、一気に持っていった。この FP 取らないともう実質負けですが、さあ、共鳴食べたい。2枚、2枚、そうですね、一気に勝負決めてた。相手が溜まる前に殺したいんで、ここは共鳴派が理想。さあ、ブラッキーが溜まる前に BA で近づいて、8枚は届かない。2枚、これはおー、吸収した。
さあ、DA、たまらず DA ですね。短距離、あでも投げは届かないが、逆に投げていく。これは生きている。さあ、ここのフロント、近づかない。無理やしないですね。ジャンプ前は消えないです。さあ、無理やしない。差し込めば勝ちです。ボンラッシュを差し込めば、ソナさんの勝ちですが。動けない、動けない、1-1です。盛り上がります。いやー、お互いがもうこう膠着した状態でのこの読み合いっていうのはやっぱ面白いですね。最後のブラッキーを冷静にガードしてたんですが、ちょっと先っぽに当たってしまったことで共鳴を稼がれましたね。うんうんうん、そこがやっぱターニングポイントだったんですね。はい、1-1。このままイーブイでいくのか、それとも月光頭とかってことか。ちなみにこれはソラ君は応援タイプは安定なんですか。これは安定ですかね。ちょっと見てなかったんですけど、うん、サポートとかかもしれない。サポートとかですね。イーブイが転倒したまあまあね、なるほど、サポートとかみたいですね。さあ、ステージ的には中間といった感じでしょうか。フロントが刺さってフェイスチェンジにはいい。 2X 近づけさせない。ボンラッシュは足パレで迎撃設置して近づけさせない。こうなるとサーナイト強い。ハチワイは消される。ブロックからのおっと裏回りジャイクス。さあ、フェイスチェンジ取られるまでに かなり重ねられましたね。そうよ、ここの FP は取りたいですね。ですが、近づけない。EV は転倒してるが、とりあえず近づけなければ意味がない。まあ、とりあえず体力回復。じゃあね。ボーナッシュは届かない。ボーナッシュは届かない。8回は当たらなかったので、まだカロスに来てますが、それは厳しい。バックダッシュに合いましたね。合いましたね。1本取ったのはミツル君。やはり FPA を取れないとちょっと厳しいよ。厳しいですね。やはりサイドが厳しいの。ボーナッシュ取っていく。ブラッキーはガード。動きたくなるところに足場が置いてある。ここら辺はやはり買わないときちゃうまいですね。もう入っていいと思うんですよね、こうなってくると。そうですね、はい、距離冷たいんで。あっ、まあ、やってるように、それがブロキャン投げ。まあ、これでね、有利フレーム、いいですよ。噛み合ってる。そっからのボーナッシュ。ボーナッシュミスル君もそうですね、ここで入っていく。さあ、EV にここでルカリオンを決めていくか。神速は当たらない。さあ、動けよと前後左右に BA 刺してやること。 6X からの BA はできない。ラッキー。さあ、波動弾当たって、ここ無理して殺し切りに行くかどうかですよね。時間使って。そうですね、波動弾で、総裁していれば、まあ、勝てますので、無理していかなくていいので。そうですね、うん、そうですね。まあ、ここは冷静に1本取ってきました。まあ、サポート特化なんで、それほど厳しくもならないという判断でしょう。さあ、中央の強面積取ってきたのは、三つ打たないとして、フェイド取ったのは、まあ、さあ、ブラッキーで迎撃2枚です。ブロック貯めて様子見。足場をか見てからブロック、ブロック。壁には張り付かない。 6X からの YY6X。
2枚で様子見してからのジャイアンツは攻撃判定が残ってました。ブロック、アシファー、やはりアシファーがネックを決めました。さあ、イーブは溜まっているが、ブロキャンからは何もしなかった。ハジェクス、2Y。さあ、ジャンプで避けていくところに 8Y を刺していく。5Y は、新速は、ジャイアンツに潰される。が、おーっと、振り下ろしで勝っていく。そうですね。疑似的にブロック潰しがあるので、オカリアが強いです。こうなると厳しいか。こうなると厳しい。そうですね。もう、おそらく共鳴用に取っておいた EV を使わされちゃいましたが、相手がここに対して共鳴を使ってました。2X で死んでしまう体力になってしまった。飛びあの 6X 近づけたか。ブラッキー残り時間が5秒。新速さあ削るんだ。冷静に体力を温存した、ミスルさん相手の勝利。なるほど。これでミツルさんがアフロンピアに、そうですね、ジムリーダー戦抜けました。抜けたって感じですね。うん、まあ、次はそうですね、ペア3、ナナキュンレイリジムリーダー戦になりますが、ちょっとここで休憩入れますかという、提案が出ましたので、今ちょっとミツル君に確認取ってもらうところですね。でもミスル君何気にですね、